ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。今日はですね、こちらを始発市のケンさんからいただきましたので、この手ぬぐいを使って肩もみをしたいと思います。これ肩に当てますね。で、少しうつむいてもらっていいですか。で、うつむいて一番出っ張るところが一応第7頸椎。ただ、第1胸椎になる方もいらっしゃるので、ちょっと頭戻していただいて、少し首を左右に振っていただいていいですか。あ、動かないのでこれ第1胸椎ですね。もう一回うつむいてもらっていいですか。こっちが第7頸椎っていうことになります。で、ここの第7頸椎にこの合わせますね。はい、そして、肩のラインですね、合わせまして、うん、よしよし。そしてここに肩甲骨の上角ね、上角を合わせて、まあ、多少肩甲骨の大きさとか個人差があるので、まあ、目安になる感じなんですけれども、こういうふうに合わせるっていう形ですね。肩のラインと、まあ、この骨ですね、背骨を合わせて、この肩甲骨内縁っていう形ですね。で、ツボがですね、ここ肩中油ですね。普通に楽にしていただいていいですよ。で、こう体重圧で、今ここ肩中油ですね。いかがですかね。きついですかね。あ、いえいえ、きつくないです。ちょうどいいです。はい。肩中油があって、ここに菱形筋がありますね。ここが菱形筋があって、この肩外油ですね。この辺は凝りを自覚していて、気になってるっていうふうに言う方も多いですね。痛いですかね。あ、ここはきついですね、少し。でもまあ効く感じだからちょっと大丈夫、はい、我慢できるぐらい。このくらいですかね。あ、そうですね、はい、はい、それからここですね、腱性ですね。ここですね、ちょっとイラスト少しつけますけど、こうですね。ここは腱性ですね。どうですか。あ、効きます、すごい効きます。あ、気持ちいい。こめかみにまで響く感じがしますね。はい、まあ、ここはもう肩こりの代表的なポイントで腱性ですね、はい、それから、こう前もちょっとかい、イラストを描いて、説明したことがありますけれども、肩甲骨のここも響きますよね。はい、響きます。ちょっと薄いとこなので軽めに押してもしっかり響く感じですね。まあ、コツはゆっくり大きくねちっこくということなので、押す時にですね、こうパッとやらないでですね、こうそれぞれこうじっくり体重をかけていって、少しこうじわーっと押して、じわーっと離す。ちょっとこうじわーっと長めに、少し、余韻を残すようなつもりで押すと、まあ、気持ちよく出ていただけますね。こうグッと押しちゃうと痛いですよね。ので、まあ、まあ、こういったツボを押さえつつ、で注意点としてはやっぱり骨を押さないことですね。やっぱり骨を押しちゃうと痛いんで、
まあ、この中央の背骨ですね、それから肩甲骨で、まあ、こっちは鎖骨とかそういうところをまあ気をつけるということですね。はい、で、ちょっと筋肉名を言っていきますね。その一番表層にある僧帽筋ですね。僧帽筋っていうのはこういう形でこの背中の真ん中あたりからですね、肩の方と、首の方とこういう形で覆うようにできてます。で、まあ、この表面のここが、まあ、薄いところですけれども、一番表層、これ僧帽筋になってます。こう絵ではここが僧帽筋っていう風になってますね。そして肩甲骨の上角と頸椎をつないでる肩甲挙筋ですね。ここ絵ではここ肩甲挙筋という風になってますね。そして、この頸椎と肩甲骨を結んでる小菱形筋、そしてその下大菱形筋、この大きな部分ですね、が大菱形筋となってますね。そして肩甲骨では、こういう形で肩甲骨があるわけですけれども、この前もちょっと他の動画で説明したことがありますけれども、この細いところが肩甲挙になってまして、この肩甲挙の下に挙下筋、まあ、こっちが挙上筋ですけどね、だから、挙上筋が、あ、こっちに書いてありますね、挙上筋、挙上筋があって、まあ、挙の上なので挙上筋ですね。で、挙の下挙下筋があって、まあ、小円筋ですね。小円筋上に転層があるという形になってますね。で、肩甲骨の価格、モデルさんの価格ここになってますけれども、そういう形で、この筋肉の名称ですとか、まあ、骨の位置関係、筋肉の名称が分かっていると、ツボ、まあ、を探ったりですとか、どこが凝ってたという時にですね、説明しやすいとか、押した時の感じで、どこをほぐすべきとかいうのが、まあ、分かる、説明したり、まあ、こう自分で確認したりができるようになりますね。で、まあ、そういうまた筋肉の走行を意識して押すようにすると、まあ、効果的にほぐすことができるわけですね。あまりこうバラバラに押していってもですね、まあ、押される方も気持ちよくないですし、まあ、押す方もですね、やっぱリズムが取りにくくなりますので、基本はこの体重圧と、ツボや筋肉、骨格を、意識認識して、この手ぬぐいがあると、まあ、あまりその辺のことが詳しくない方でも見当をつけたりだとか、イメージしやすいのですごくいいですよね。やっぱりこの何もない状態だと、どこをどうしたものかなと、やっぱり知識がない方はなかなか大変なので、ここで、まあ、こうイメージがとってもしやすい、大体の場所を合わせることでね、それに沿って、まあ、こういうツボとかも大体こう、この黄色い目印のところでですね、こうしていくと実際こう気づく感じになってますよね。どうですか？あ、聞きます。はい、まあ、やっぱりある程度知ってる人でも知らない人でもこれがあると始めやすいというので、すごくいいと思いますね。肩叩きます。肩叩く際もやっぱり骨のところ気をつけた方がいいので、これ当ててこの赤いところを叩くようにしましょう。何？やばい。はい、お疲れ様でした。以上です。